ございますが、これさ大塚さんアドリブじゃなかった？あ、そうなんだ。まあ、というわけでこの明夫さん演じます信玄がこの後何と言ったか、皆さんフリップにお書きください。信玄が何と言ったか。はい、はい、シンキングタイムスタート。難しい。これね、もしアドリブだとしたらやっぱりね。そうですね、センスが問われますね。そうですね。はい。これ難しいな。かなり衝撃的なシーンですもんね。そうですね。あれ皆さんちょっとペンが進んでないじゃないですか。ですね、さっきとは大違いですね。ね、宮野さんそんなにこれ手つき何なんだろう。信玄さん、さあそろそろ、あっ、うわ終了でございます。難しいぞ。終わってしまいましたか皆さん、ね、というわけで回答を見ていきたいと思いますが、はい、花澤さんからいきましょうか。ほうほう、はい、それでは、はい、答えよろしいでしょうか。はい、エッチスケッチワンタッチ。あー言ってた。かわいいな。なるほどね。あー、お父さん言ってた。かぶった、かぶった、かぶった、かぶった。それ全く同じ。うん、懐かしい。全く。じゃあ宮野さん、何ですか。いやもう、のび太さんのエッチ。おい、かぶったか、これ。画面が。おー、びっくりしたよ。なんだこれ。なんだよ。なんだこれ。やっぱね、エッチ系だよね。そりゃそうですよ。エッチ系か。まあ、お風呂覗かれたシーンって言ったらそれしか思い出せない。そう。だから何エモンなんですか。なんか見たの伸びたじゃないからね。そうですね、死んだですからね。そう、まあ、メガネかけてますけど、まあ、メガネがね。メガネが。あーじゃねえよ。あーじゃねえよ。あーじゃねえよ。あーじゃねえじゃあ、トッシー、行ってみましょう。あ、はい。そんな予想した人、エスパー信玄が覗かれて、エスパー。それ意味わかんない。繋がってる繋がってるどうなんでしょうね。意味わかんない。引きずってますね、これさっきのやつのね。どうも、喋ってください。カンペでね。隣にいるんで。はい。セルティじゃないんで、喋ってください。はい、じゃあ次、中村さん。あ、はい。お願いします。はい。開けたらですね、明夫さんが、勢力を持てきます。どうしよう、俺的には120点だな。お前、丸って書いてるけど、読んじゃってるよ。そう。どうだろう。女子がいる。結局言っちゃって、ちょっと字面は強烈かなと思って。これひどい。夜だからってあんまり暴走しないでください。もう完全に花澤さん意味がわからない顔してるからね。はい、じゃあ次、沢城さん。あのね、多分、これ、こんなようなことなんだけど。はいはい、何でしょう。あー、なるほどね。見ちゃいやんって言った気がする。かわいい。見ちゃいやん。じゃあ続いて。はい。お二人、神谷さん、小野さん。そうですね。じゃあ神谷さんからお願いいたします。なんだろう、これ。え？お前もどうだ。あ、いいじゃん。声にね。あ、いいかも。お前もどうだ。あ、その後。いいですね。ダメかね。あの、ちょっと待ってくださいね。親子だよね。親子の、親子の会話だ。いいそうだなぁ、でも。ものすごい顔せてきますね。すごいいいね、これね。お前もどうだ。お前もどうだ。ダメかね。二段落ちな感じになってます。じゃあ気になる、小野さんの答え、お願いします。ダメかね。スティーブン・セガールだよ。言っちゃってる。言っちゃってるわ。言っちゃったよ。結局。てかもうそれ信玄じゃなくて明夫さんじゃないですか。あの、俺にかぶせるのやめてくんねえか。完全に書き直してましたから。で、そっからの。からの？本当はロボなんだ。さっきの振り付け使うのやめてください。どうも。それさっきのすごい前のやつ。ダメかね。ダメだよ。ダメだよ。何回かぶせたってダメなものはダメだよ。あー、すごいですね。さあ、皆さん絶好調でございますね。本当ですね。とどまるところ知らない。まあいろんな回答出揃いましたが、はい、正解どんなものでしょうか。正解出るね。はい、VTR ご覧いただきましょう。どうぞ。どうぞ。ただいまのご挨拶。セルティー、ただいま。あ、おかえり。どれよりも面白いな。そうですね。言ってる内容は普通なんですけど。普通だったね。うん、逆に面白いね。何のひねりとかもいらないよ。答えが一番面白いって俺らもっとダメだな。そう、もうダメだ。なんかここにいらっしゃらないけど、明夫さんにも500点って感じですね。そうですね。明夫さんすげえな。まあ、というわけで、なんと明夫さんに500ポイント入りました。ダメだこれ。かないませんね。セリフが見ちゃいやんとかエッチとかで、おかえりを明夫さんがテレビでやったんだっけ。そう、そうかもしれない。そうだったね。あー、懐かしい。さあ、というわけで、はい、
最終問題ですね。はい、最後の問題でございますか。はい、行ってみたいと思います。というわけで VTR どうぞ。ちょっと今言ったやん。ちょっと漏れてるけど。ヒアウィーゴーの火が聞こえてんもんな。じゃあ、言っちゃった。カメさん、言っちゃった。え、カメさんなんて？え、だ聞かないで。まあ、確かやる。進めよ。というわけで、なんて言ったか、シンキングタイムスタート。え、ヒアウィーゴーじゃなくて？言うなよ。終了。シンキングタイム終了です。終わっちゃった。だってちょっと聞こえちゃってるねえ。ヒュって言ったよ。お前ヒュって伝えじゃん、お前。え、ヒアウィーゴーなんですか？いや、わかんない。そうじゃないかもしれない。こっからボケなきゃいけないのか。違うかもしれない。違うかもしれないから。宮野さん、すごい答えたそうなんで。宮野さんから、お願いします。ヒュでしょ？だから、はい、夢に向かって、ヒーハー違う。それ、ゆまさきじゃないですよね。間違えました。最近人気の芸人さんですよね、それはね。私間違えました、本当に。どうかしてるぜ。だから、それ相方さんのやつですよね。なんなんだよ、もう。本当好きだな、この人は。いやー、本当止まらない。また書き始めちゃった。じゃあ続いて。どうします？どこ行きましょうか。まあ、しょうがないです。